写真拡大。ヤクルトのドラフト1位、清水昇投手、国学院大が23日、戸田球場での新人合同自主トレで、3日連続でブルペンに入った。変化球も織り交ぜて41球。ブルペン入りは8度を数え、最初に投げた時より、良くなっているかなと思うけど、まだまだですと感想を口にした。内定している一軍キャンプへ向け、投げ込みを続ける右腕、充実しています。寮の環境にも慣れてきましたと、順調そのものの様子だった。